地球に生まれた宇宙人。小さな頃から親の顔色で家の状況が見えた。でも見えないふりをした。鋭い質問に親は戸惑っていた。そして大人になるにつれて本当の自分を隠すために普通を演じ、周りが言う成功を目指すふりをし、そんな自分に押しつぶされてどんどんと目が曇っていく。大人になることは目が曇ることと言い聞かせ、自己啓発やスピリチュアル系の本を読み漁り、幸運を今か今かと待っている。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルは地球特有のルールに押しつぶされながらも、なんとかここまで生き延びてきた僕が、これまで出会ってきた人から教わり、忘れないようにとメモをしてきた地球のルールを独自の視点でまとめた深夜放送のようなチャンネルです。宇宙由来の地球人たちが地球で活躍するための秘訣が満載です。ポイントは地球にある自分の肉体と感情を宇宙視点で活用すること。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは公務員に次ぐ。今回の動画は宇宙由来の地球人でかつ公務員の方に向けた内容です。イメージは事務系の公務員になります。公務員でない方には時間の無駄になってしまいますので、他の動画をぜひお楽しみください。あなたは公務員ですか？その中で今の仕事が絶対に使命だと思っている方、使命の目安はたとえ異動とか上司が変わったとしても公務員として働くことが自分の舞台だと思えるか、もしくはたとえ給料が出なかったとしても楽しいから頑張りたいそう思えるか、もし公務員であることが使命だと明確に思っている方、この後の話は無駄になってしまいますので、ぜひ他の動画をお楽しみください。ここまでご覧いただいているあなたは宇宙由来の地球人かつ事務系の公務員であるかつ公務員が使命ではないという方になります。よろしくお願いします。ここでお伝えしたいことは、宇宙由来の地球人でかつ公務員の皆さんの地球での価値です。もちろん公務員自体を否定するわけではありません。実際公務員として働いている人たちを僕も親戚や友人で十数名知っているんですけれども、皆さん真面目で頭が良く、その持っている責任を確実に果たすために日々頭が下がるほど頑張っていらっしゃいます。ここで質問です。あなたは仕事において自分の持っている能力を思う存分使っていますか？僕よりもはるかに頭の回転が速く気が利く、そんな宇宙由来で公務員の皆さん、皆さんが持っているポテンシャルはとても素晴らしいものなはずです。でも使い切れていないんです。使い切れないようになっているんです。それはなぜでしょう？それは原因は縦割りの組織と安定への幻想です。公務員試験を通過してきた皆さんは全体を見通して判断できる能力を持っています。公務員試験を通過した宇宙由来の地球人の特色と言えると思います。でも実際に中に入ってみると、全体を見渡していけなど言うと目が死んだ上司や先輩に煙たがられる、そんなことがあったと思います。なぜならば組織の構造がそうなっているんです。その組織の構造とはまさに縦割りです。大義的には専門特化させるという意味があると思うんですけれども、実際多分宇宙由来のあなたはそれでは範囲が狭いはずです。あんなに難しい試験に通ったのに業務を専門特化させるのであれば、試験自体にそれほど意味がありません。ではなぜそんな仕組みになってしまったんでしょうか。これは僕の勝手でアホな推測なんですけれども、公務員制度は仕組まれています。頭の回転がいい優秀な人材を安定という餌でおびき寄せ、その明らかに優秀な集団を縦割りにすることでその能力を陳腐化させ、その優秀な人材が持っている能力からするととても狭い範囲で仕事をさせ、大きな判断をできなくし、
何かに気づいたとしても安定と世間体という勲章を持たせていますので、見て見ぬふりをさせる。例えば国、都道府県、市町村、これだけ見ても重なっているお仕事が結構あります。内部にいる人は全員わかっているんです。頭のいい人ならそれについて疑問を感じない人は絶対にいません。でもそれに諦めて辞める人はそれもまたあまりいないんです。公務員の友人にこの話をすると、言っても変わらないからと必ず返事が返ってきます。そして数年も経つと優秀な人材がすっかり目の死んだ魅力のないサイボーグのようになってしまうんです。こんな構造なのではないでしょうか。もちろん一人一人は忙しいですし、一人一人は頑張って仕事をしているのは大前提です。決してあなたのお仕事を否定しているわけではありません。そして切り口は実はもう一つあります。それはお金です。給料は決して結果に対して払われるというわけではなく、試験に通ったからという理由で払われます。頑張っても頑張らなくてもどちらでももらえるんです。真面目で人のために頑張りたいと思って入った人たちのやる気を削ぐための仕掛けだと思ったこともあると思います。そして無力化した優秀な人材の人件費として市民からは税金という金銭の力を奪います。優秀な人材からは能力という力を奪う。こんな仕組みが計算の上で作られたとしたらどう思いますか。誰が作り出したんでしょうか。そして誰が喜ぶんでしょうか。公務員のあなたがそこにもし気がついたら、世の中が変わる一つのきっかけになると思います。いや、正確に言うと皆さん気づいてはいますので、見て見ぬふりをやめましょうということです。そしてここからは提言です。じゃあやめろというのかという怒りの声も聞こえてくるんですけれども、そんなことはもちろん言いません。実は辞めたかったんだけどという 10% くらいの人たちに対してはもちろんそれを止めたりはしません。実際そういう決断をして世の中を動かし始めている人を何名か知っていますし、その人たちは苦労を乗り越えていますので、覚悟は決まった清々しい目をしています。そういう人はぜひ行動に移してみてください。そして 90% の現実的に不可能な人は次の話に進みます。提言が2つあります。1つは横のつながりを複数人数で作ってみることです。公務員のルールとして勤務時間外であれば報告の義務はなく、誰も止めないというルールがあるようです。例えば同じ組織内で違う部署のこいつは分かってるなという人が必ず数名思い浮かぶと思います。その人たちと横でつながってみましょう。最初はここにお酒を飲みに行くだけでもいいと思います。横のつながりが日本を変える、そんな思いが共有できればそれだけで OK です。そしてそのつながっている人が増えていけばいくほど少しずつですが変わっていきます。実は一般企業では当たり前に行われているんですけれども、こういう本も出ています。これは横山信弘さんという方が書いているんですが、空気で人を動かすというですね、これはまあ経営コンサルタントみたいな人なんですけれども、 NLP 理論であったりとか脳科学であったりとか行動経済学、そういった理論をもとに作った場の空気を変えるという手法ですね。これはとても面白い本ですので、ぜひ参考に読んでみてください。そして狭くなる視野をなるべく外に向けるようにしてみてください。そもそも能力は皆さん高いので、それだけで化学反応が始まるはずです。そしてもう一つはゆくゆくの収入源の確保です。お金のために公務員を続けているあなた、もし給料がもらえなくなったとしたら次の手段を考えますよね。もしくは宝くじで7億円当たったとしたら翌日には辞表を提出すると思います。嫌なことを続けるのは体にも地球にもよくありません。まずは辞めた後の自分をイメージし、今よりも多く稼げる手段を作っておきましょう。そしてそのために貯蓄をしておきましょう。でも貯蓄は苦手という宇宙由来の地球人は多いはずです。その場合はスポンサーを探しておきましょう。商売を始めるには資金が必ず必要になります。家族や友人は覚悟が決まっていれば反対はしません。自分の覚悟が誰よりも強くなれば反対の声も意見の一つに変化します。覚悟が決まっていないから反対意見を必要以上に重く受け止めてしまうんです。宇宙由来の地球人の公務員、あなたの能力はあなたの安定に固執する器ではないはずです。あなたの能力の器は地球環境の発展と安全のために使うべきなのです。絶対に忘れないでください。そしてあなたの使命は必ず今の仕事とつながっています。
公務員である今のうちに人脈を作っておきましょう。これも絶対に忘れないでください。まだまだ痛いことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであればいいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。そして公務員じゃないのにここまでご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。もし気づいてほしい公務員の友人がいたとしても、あなたの言葉でこれを伝えても反発しか来ないと思います。真理をついていても感情がついてこれないからです。もしどうしても伝えたければ、この動画をシェアしてみてください。そして一人でも多くの宇宙由来の地球人兼公務員にこの動画を届けたいので、ぜひシェアもお願いします。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回も本です。2022これから10年活躍できる人の条件という本ですね。神田正則さんという方が書いている、PHP 研究所から出ているですね、新書になります。神田正則さん、非常に知っている方多いと思いますが、この方も実はですね、元外務省の出身で、それを辞めてですね、外資系のメーカーに勤めたり、まあ、今はコンサルティング、経営コンサルティングみたいなことをやっているんですけれども、そこから住んでいる方ですね。特にこの2022という本に関しては、かなり突拍子もないというかですね、結構面白い内容がたくさん出ていますので、ぜひこれも読んでみてください。それではまた。地球に生まれた宇宙人。チャンネル登録もよろしくお願いします。